って旅をしておはようございます、どうも感動です。あかりです。いやー、というわけでですね、はい、今日はね、もうね、すごいところに来てるんですよ。いや、もうすごいよ、いや、もうすごいマジすごい。いや、もうすごい。見てほしい、この景色を。ほら、もう。おー、すごいよ。もう圧巻の。圧巻の、ね。圧倒的な、もうもう、どえりゃー。霧。なんでこんなことになったみたいな。あのお仕事でね、今回来させていただいたんですけど、ちょっと申し訳ないぐらい今回ね、はい、奥多摩に来させていただいたんですけど、そう東京なんですよこれ。そう東京とは思えない大自然がね、広がってるんですよ。そうだね、あの写真差し込んどきますね。写真差し込んどくんですけど、あの今多分綺麗な景色が見えるじゃないですか。これ本来の景色で、そう東京とは思えない大自然を味わえるのがこの奥多摩っていうエリアでですよね。ファンちゃんが雨降らした。そう僕が雨男なんでマジごめんなさい。まあでもね、まあでもこんな天気でもいろいろ楽しめるんだぞっていうところを、はい、今日一日を通してねちょっとね、はい、紹介していきたいと思うんで、はい、はい、見せてください。すごいよなこれ、ね、大きい。もっと湖みたい。そうすごい大きい、ダイナミックや。ここはね東京の水がめって呼ばれててね、ほう水道専用ダムではね日本一の大きさなんですよ。日本一。ここから東京の水道水が流れてるってこと。そうだからここのダムを占拠したら東京の水道片っ端から止めることができる。何すやめろそんなことすな水道止めんな。あとこういった大きい丸い石気をつけてください。あと苔のついた岩、木の根っこ落ち葉増えるので安全に。ラッキーだったら東京の天然記念物カモシカに会えるかもしれないです。おえアンラッキーだったらクマさん。やだ急いで逃げた人から追っかけられて食べられちゃうので、なので後ずさりして相談して帰ってきましょう。出発しましょう。はい、はい、お願いします。東京にクマ出るの。手すりがないので落ちないように。10メートルぐらいあるので落ちたら痛いです。痛いです。痛いです。すごい。でもあ怖い。でもうわうおすげえ。ここが東京でございます。めっちゃ楽しそう。なんでお兄さんずっとタンクトップなんですか。元気を配ってます。おばちゃんもタンクトップになろう。いや待って待って、タンクトップなろうじゃないんですよ。結構寒いんですよ今。めっちゃ山道だ。お買い物とかどうしてるんですか。スーパーがありません。その辺のわさび食べてます。話しながらすごいとこ入ってきた。そう右行くと崖だから落ちないよ。自分のペースでゆっくり行きましょう。お兄さんがいつからタンクトップなのかが気になります。わかるわかる。結構最近ずっとタンクトップでいて。えマジで何してるんすか。何してるんすかっていうか、なんかでも覚えてもらいたくて。あそういうことっすか。じゃあ実際寒いんすね。実際寒いっす。やっぱ寒いっすね。自分では元気を配ってるって思ってます。おお。わさびだ到着でーす。おーすげーすげーモリモリだなんか。東京とは思えんな。奥多摩のわさびは国産品でございます。収穫量が全国でなんと3位。3位。お殿様にも献上されてたので、その歴史あるわさびでございます。すげー。じゃあ今日食べれるからお殿様だね。そうだな。そしたら、はい、今日のイベント収穫していきましょう。おお。慣れてるな、なんか慣れてるな。わさびってこっちに成長してきます。あ、これのためにそれ着てるんですか。いや、たまたまあってから。こっちに。それのために袖がないですね。違うよ。成長してきます。大根、人参ならこっち、わさびの場合はこっち。いくよ。はい。おお。おお。すげえ。すごい。すごーい。待て待て待て、なんかすごい取れたぞ。すごい取れた。いっぱい取っちゃった。わさびっぽくなってきました。取れたてを味わってもらいたいので、おお、おろし器持ってきてるんですよ。じゃーん。すごい。2万円。2万円。はい、金額言っていやらしいけど伝わりやすいから金額言っちゃいます。洗ってするって面白いね。取れたてやん、ほんとに。ね、ほんとの取れたてだね。おお、すごい。あ、すごい。おおおおお、できてきてる、できてきてる、ね、できてきてる。おお、すごい。お、
上品。お上品な匂いがする。素晴らしいコメント。はい、パクっていっちゃいましょう。いただきます。ノンノン。辛い？ないない。辛さが一瞬パーン来たんですけど、めっちゃ吹き抜けました。めっちゃ、後味は爽快感。うまい。いただきます。うん。あ、本当だ。いなくなるよな。いなくなった。嫌な、残らないね。そう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 、本当美味しい。本当おっしゃる通りで、やっぱ香りが違うので、はい、辛みがやっぱすぐ一瞬で抜けるのも特徴で、あとちょっと甘みもあったの分かったりします。分かりました。お、すごい。分かりました。やっぱり本当甘み甘み。なので2人かっこよく綺麗になっちゃう。すげー。全部食べよう。どうしたどうした。見て、森の中のお肉レストラン。すごいね、こいちゃん。好き詰まってるね。森とお肉レストラン。お、すげー綺麗。絶景だよ、絶景。おお。すげー。すごいね。なあ、東京とは思えんぞ、この景色。うん、おお、エメラルドグリーンだ。見えてきたぞ。見えてきた。なあ、お肉が待ってる。おお、ハンバーグ、ハンバーグ。ハンバーグ。美しい。ねえ、めっちゃ綺麗。なんだこれ、美しすぎるだろう。あ、これはもう国宝なのではないか。これは行ってくれ、あちゃん。いいのか。行ってくれ。私から行っちゃうよ。いただきます。はい。うわあ。絶景絶景。よだれが。肉汁がやばい。いただきます。めっちゃうまい。うまい。めっちゃうまい。肉汁がもうね、ブシャーって出てくる。めっちゃ柔らかい。いただきます。はい。やば。あ、肉汁が。これは飯テロだ。これは半端じゃない。あ、すいません、すいません、深夜の皆さん。いただきます。住めるね。住める。奥多摩に住める。毎日来たい。これ終わっちゃったな。なあ、紅葉だったら絶対綺麗やん。めっちゃ綺麗だったの。写真のやつ綺麗だったの、パンフェットの。ね、そうそうそう。いや、また来なあかんわ。ね、ほんとね、また来たいね。来る。てか住むから。東京ってさ、こんちゃんさ、絶対街だから住めんって言ってたけどさ、奥多摩あるなら大丈夫だよね。田舎は大丈夫。こういう自然あるところなら全然問題ない。そうだね。ハンバーグ、毎日食べる。めちゃ気に入ってるやん。おー。綺麗。めちゃくちゃうまそう。つやつや、キラキラだよ、こいちゃん。なあ、どうですか。なんか喫茶店のプリンほど硬くはないんだけど、硬さを持ちつく、でも柔らかく、すごい口溶けがパッと滑らかにいく感じかな。饒舌ですね。あ、もうね、美味しいもん。それ俺のや。マジで俺のやから、じゃん。マジのやつやから、絶対あげないよ、絶対あげないよ。うお、やば。水めっちゃ綺麗。水。おお、透明度高いな。うん、すごいな。大自然よ。ここ東京だよ。なあ、東京とは思えんぞ。なあ、多分入り口あそこだぞ、あちゃん。すごいね。ダンジョン。すごいダンジョン感。なかなかですね。すごい、東京都天然記念物だって。お邪魔します。見て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 。うわ、すごい。おお、 RPG じゃん。ねえ、ダンジョンの匂いがする。おお、そうね、そうね。すごいね。すごい、 あったかい。あったかい。あったかいぞ。寒くないの。なんか知らんけど、あったかい。こいちゃん、早い早いよ。すごい。こいちゃん、すごい。意外とあったかいやな。もう住めるもん、ここ。居心地いいよな。居心地なんかいい。ここに家建てたい。家建てるか。なんだろう、ここ。すげえ、なんか音がするよね。聞こえる。耳を澄まして、耳を。わあ、すごい、なんか不思議な音だね。
いやいやいや。ここを寝室にするわ。ここ寝室にする。めちゃくちゃいい音するな。ASMR だな。わあ、すごい。おお。わ、すげえ。ねえ。かっけえ。すげえ。さすが関東最大級。ねえ。ねえ、やば。え、やば。でかっ。男のロマンだわ。完全に男のロマン。これは楽しいわ。楽しいな。どこまででも行けますね。どこまででも行けるやろ、これは。どうした入るか。ちょっとあるだけ。ちょっとあるだけやから。行こう行こう行こう。行ったらすごいって、もっと。もうすごいから、きっと。この先の景色。はい、頑張って。ええ。はい、後ろ向いて。どうすかこの絶景。何のうなずきなん、何のうなずきなん。さあ、というわけでね、はい、今回の奥多摩日帰り旅行はいかがでしたでしょうか。めっちゃ楽しかった。あれ、わさびが美味しかった。めっちゃ気に入ってるよ。雨がさ、あいにく降っちゃったけど、景色が本当に綺麗で、なんか東京って聞くとさ、やっぱそのすごい活発な街のイメージだけどさ、はいはい、こんななんか自然が豊かで本当素敵な場所があるなんて知らなかったから知れてよかった。普通に体験も楽しかったし、あと映ってないけど普通に街の人たちってみんな優しくて、そう、みんなすごい優しかった。すごいよかった。結構みんな話しかけてくれて、そう、本当すごい気さくな人ばっかでね、すごい嬉しかった。本当楽しかった。というわけでね、はい、皆さんもね、都心から日帰りででもね、楽しめちゃう、はい、奥多摩にね、遊びに行っていかがでしょうか。はい、今回ね、たましま .tokyo のサイトでも、はい、旅の全容がね、記事化されていて、私たちあんまり人に写真撮られ慣れてないんですけど、珍しく結構写真撮っていただいたり、いっぱい撮ってもらったので、はい、ぜひ見てみてください。はい、ちょっと恥ずかしいけどね。というわけでですね、はい、奥多摩ちょっと楽しそうだなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回、バイバーイ。バイバーイ。